2028年、AOC としても知られるアレクサンドリア・オカシオ・コルテスは、米国大統領に選出された最初の女性として、歴史を作ったばかりでした。彼女の勝利は、地滑り的であり、大多数のアメリカ人は、より公平で、持続可能な未来に対する彼女のビジョンに信頼を置いていました。就任式の舞台に立った時、目の前に集まった顔の海を見渡すと、高揚感と恐怖感が同時に感じられました。彼女は、この国が直面している課題が計り知れないことを知っていましたが、それらに正面から立ち向かうという強い決意にも満ちていました。就任して最初の数ヶ月間、AOC はすぐに仕事に取り掛かりました。彼女は議会を結集し、気候変動と戦い、何百万もの新しい環境に優しい仕事を創出し、すべてのアメリカ人に医療と教育を提供することを目的とした抜本的な法律を可決しました。彼女は様々なグループをまとめ、長い間分断されていたコミュニティ間に橋を架けるためにたゆまず働きました。しかし、彼女の最善の努力にもかかわらず、AOC は政治体制のより定着した要素のいくつかからの厳しい反対に直面しました。彼らは彼女の野心的な計画を非現実的であると批判し、彼女を危険な急進派と呼んだ。思いがけず、AOC は固執しました。彼女は自分が信じている問題のために戦い続け、彼女を弱体化させようとする人々に沈黙することを拒否しました。そして徐々に彼女が信頼とコンセンサスを構築するために取り組んでいるうちに、彼女の最も厳しい批評家の何人かでさえ、彼女の考え方に近づき始めていることに気づきました。彼女の最初の学期が終わりに近づいた時、AOC はまだやるべきことがたくさんあることを知っていました。しかし、彼女は自分が成し遂げたことすべてに誇りを感じていました。彼女は圧倒的な反対に直面しても意味のある変化をもたらすことができることを示しました。そして、彼女の再選を祝うために集まった群衆を見渡すと、彼女はアメリカの未来のために戦い続けるサポートと力を持っていることを知っていました。これまで以上に公正で、平等で、希望に満ちた未来、